恋人に振られたのよくある話じゃないか。世の中変わっているんだよ、人の心も変わるのさ。寂しいならこの僕が付き合ってあげてもいいよ。涙なんかを見せるなよ、恋はおしゃれなゲームだよ。ベッドで泣いてると涙が耳に入るよ。昔を忘れてしまうには素敵な恋をすることさ。スマートに恋をして気ままに暮らしてゆけよ。悪い女と言われてもそれでいいのさ、恋なんて。男と女がため息ついているよ。夜が終わればさよならの儚い恋の繰り返し。はい、こんばんは。今夜はね、吉見さんの男と女のお話を歌いました。で、今日は仕事もそこなっちゃったから町屋からね、うん、朝の YouTube ライブ仕事やりましょうね。あー疲れたね。あーでも今日、今日はよく寝るかな。あ、通勤時間ないからね、ここはね。明日、今日も YouTube ライブ配信で、水耕生産学もね、2023年1月の11日水曜深夜か。そうね、1月11日水曜深夜とかだって、夜があっても来るよね。今日も YouTube でライブ話しましょうね。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前指でたどり、後の言葉迷いながらそっと言った。街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時。
時よ、好きな歌を耳のそばで、君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな、胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、街の明かりを歌いました。2023年1月の11日水曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。あ、今日もこんばんは。今日は町屋からです。こんばんはね。仕事遅くなったから町屋から、こんばんは。ネットさんどうもね、コツさんどうも、うん、ね、ピンクさんどうもね、うん、歌もこのラックさんどうもね、うんって、うん、うん、歌はこの辺にして、うん、今日町屋からだから歌はなしで、じゃあ今日のおなじみかな、おなじみきつねうどん行こうか。はい、今夜の夜食きつねうどんだよ、トップバリューのこれ行きます。うん、ああ疲れた。これ安くていいよな、先が8円だもんな、これな。うん、同じきつねうどん、あ疲れた。今日町屋だからさ、多少のんびりできんで、通勤時間電車乗らないからね、うん、よし、じゃあ待ってる間飲もうかな、一杯飲もうか、待ってる間。あ、どうも。あ、大木さんどうもね、今日町屋からだからね、ちょっと遅くなったんで町屋からで、こんばんは。あ、神崎さんのどうもね。神崎さん、空手やってんのか。うん、じゃあ飲み物持ってくる、今日の飲み物。じゃあビール飲もうかな、ビール飲もうか。あ、疲れた。寒いね、向こうはね。今日はね、フラノビール、トップバリューのフラノビール、今日はこちらのビール飲もうか。今日はビールだか、じゃあ飲もうか。今日はビールで、乾杯。あ、これはね、150円だもんな。これ安いんだ、これ。ビールにしてはね、これは150円ね、うん、トップバリューは2種類なんだよね、ビールね。もう1個160いくらなんだ、これ150円、こっちの方はね。トップバリューはビールのやつが2種類あるんだよね。なんだ、ピンク色の文字の入ったやつね。
あれは160円だ。こっちは150円。この部屋は暖房入ってるからいいんだよな。暖房入ってるとこ飲むとうまいな。うまい。あっという間だよな。もう一分回ってるよ。うどんいいかな。うどんだ。今日はね、おなぎも、もちろんカップうどんもトップバリュー。全部トップバリューだね。じゃあきつねうどんだ。行こうか。今日は早めにきつねうどんに行こう。これ行こうか。ソーダオリオのね、アジフライを入れて、アジフライ買ってきた。ソーダオリオ258円の半額か。アジフライ、アジフライをこの汁につけて。いつもどうまいよな、俺揚げ物はさね、汁につけるとうまいよね。ね、これアジフライをこのカップうどんにつけて、ちょっとでかいけどこんな風に、これがうまいんだよ。僕もわかんないんだよね。うん。アジフライをカップうどんの汁につけて。うん。このサイズはね、高めだけどでかいからね。うん。120円。うん。もう。うん。うん。まい。まあね、うわ、まあ、このままうまいんだよな、汁かさ。うん、お茶は無理ないよ。うん、まあ、ああ、うまいね。あれ、我孫子駅のさ、唐揚げそばと一緒だよな。うん、揚げ物は汁に使うとうまいんだよな。うん、最高だ。汁に使った揚げ物最高だ。うん。うん。うん。あ、いいね。普通やんもんね、炊き食いそばでコロッケそばとかね。うん。衣がうまいのよね、汁に使うとね。アジフライはさ、食べ応えあっていいよね。あれ食べ応えがあって、コロッケと違ってさ、食べ応えがあってね、歯応えがあってね。うん、もう、うん、じゃあもう一本飲もうか。もう一本飲もう。もう一本、もう一本。冷蔵庫入れなくても、冷たくちょうどいいや、冬場は冷蔵庫入れなくてもいいよ、これね、ビールね。向こうの台所の方はさ、寒いから。2本目のフラのビールにします。まあ、ビールだからね、だってこれ 5% だもんね。いつものあれ、はい、宝のあれ 7% で、これ。
はい、乾杯。で、アジフライ、汁に使ったフライ、うまい、最高だアジフライ、うまい。こんばんは。今日はね、カップうどんにアジフライ乗っけて。今日町だから、おやすみね、おやすみなさい、今日町だからね、ビール、うまいね、これね。おしまい。アジフライ終わった。あとはカップうどんですね、この麺もうまいな。2日続けてカップ即席麺のうどんね。昨日はカレーうどんね、今日はカップうどんの うどん。まあでもほんと即席麺のうどんもうまいよね、これね、この麺がね、これは天ぷらの揚げ、これで88円だもんな。値段思えばいいと思う、これ。これで88円だもんな。甘い、甘いよ。帽子はなんないよね。この麺がうまいんだよ、即席麺はうどんはね、これね、これうまい。あれなんだっけ、トンパギルでもさ、普通のカップ麺のラーメンあるけどね、安いけどね、50円ぐらいであるよね、そカップ、あれ、トップバリューのさ、ラーメンなんかさ、これより安くて、でもあんまりね、普通、ラーメン即席もあんまりありけない、よりね、僕はいいや。まずくはないけどね、いや、まだうどんの方がいい、僕は。こっちの方がいい、この麺がいいんだ、これ。どうするか、うまい。
伸びた髪の毛伸びたな。今日はね、夜だからね。うまい。最後これ飲んとしてマイビール。日本で300円か、安いよな。お腹空いてっからね、どうもね、まるさんどうもね、お腹空いてっから。じゃあトップバリューのカップうどん、これ同じ値段でさ、カップそばとはあるけど、僕うどんばっかですね、やっぱこの麺が好きだから。カップのそばもあるんだけどね、やっぱこの麺が好きなんで、うどんばっか。こんばんは、ね、分かんない、頭ペッキッと分かんない、コメントそうか、炭酸飲んでからね、うん、うそうね、はい、おいしくいただきました。うまかった。今日は食えた。うまかった。今日は町屋からでした。で、またね、うん。今日仕事遅かったからね、町屋からね、おやすみなさいね。でも、それで座らないと大丈夫よ、ほんと。うん、一番それがいい、うん、そうや、何もつけないでこすんので十分なんです。いや、歯磨き粉を使う場合はさ、あれ、ゆすぐをちゃんとやんないとね、あれ意外とね、歯磨き粉の盲点はそれ、ゆすぎが足んなくて、その残ってる場合が歯に悪いってよく言うもんね、歯磨き粉って使った場合はさ、ちゃんとゆすがないとね、あれ、うん、本当意外そうよ、歯磨き粉って残ってるとね、あれだったらその点名をつけなければその辺はしないけど、ゆすぎもそんなしっかりある程度しっかりしなくて大丈夫、すぐゆすげえからね、歯磨き粉使わないとさ。今日は歌はない、ごめんね、うん、巻き屋だからね、おやすみなさい。うん、ありがとうね、また明日。今日は巻き屋なんで歌はこの辺、歌はないからね、おやすみね、またね、ありがとうね。おやすみね。ありがとうね。どうもね。じゃあまたおやすみなさい。